今週気づいたこと。派手にいいことをするじゃない。やる気を出したりとかして。例えば先週はお話した通り、川口湖の貸別荘を借りて、そこにこもって、昼間は川口湖の周りをランニングして、ジョギングして、で、夜は、今度出す予定の本の原稿をせっせと書くみたいなことを一週間近く前やって。で、そういうふうにこう派手にきちんとした生活。まあその間にもうんこを漏らしたりとかしてんですよ。まあ漏らしそうになったりとかしてるんですけど、しちゃうとさ、その後こう揺り返して何でもない時に普通にこう、走ったりもそうだし、原稿書いたりもしなくなるね、なんか。わかんないけど、川口湖まで行ったから、お金使って行ったから、やった、みたいな。で、今日は、そうじゃないから、やらない、みたいな。だから今週一週間、何にもやりませんでした。月曜ジャンク、伊集院光深夜のバカ力から。できればですよ、ラジオの前の皆さんもその新年に誓ったもう今年は今年こそはやりますよっていう、その証拠に僕正月三が日からみたいな、そういうやる気が終わっちゃっててほしい。こっちもこっちももういとも簡単に終わっちゃってますから。正月の最初にジム行ったら何日だったから、混んでんのよジム。やっぱり要はこのお正月を機に今までなんかわかんない金払いっぱなしだったけど、もうちゃんと行こうみたいな人増えると思うし、体を今年は鍛えますみたいの増えると思うんだけど、今週あたりもう減ってんだよね。でその時によかったって思うね。俺だけじゃないんだな、あの派手な感じに動き出したことなんか続くわけがないね。まあそんなこんなで何ですかね、ちょっと久々に褒めたいんですよ、人をというかテレビをというか褒めたいんですよね。俺もしも私が家を建てたならですよ、建てたならね、暖炉と別に元暖炉だったコンクリートで埋めてある壁をつけるでしょう。中にはあなた、中にそのコンクリートの中にあなた、おーわお前なんか、その家はなんで急にそんなにお金が入ったんですか。保険でね。あ、そう、いらっしゃらなくなっちゃったの。その婚約してた方がいらっしゃらなくなっちゃって、その何ヶ月か経って死亡認定の、で、いらし、中、まあそういう感じになるんですけど、もしも私が家を建てたならの話がしたいだけなんですけど、もしも僕が家を建てたらって言いかけたところで、歌に似てるって思っちゃったもんですから、こういう風になっちゃったんですけどね。もしも僕が家を建てる、新築一戸建てを建てることがあったら、俺、ヘーベルハウスで建ててやろうってもう決めてやったんですよ、もう。ね。ただヘーベルハウスさんに申し訳ないことに、予定も金も土地もないですから、あと早急に埋めなきゃならない遺体もないんで、まあそのなんだかわかんないけど、その建設会社だけ決めたんですけど、今12ちゃんだってさ、7ちゃんで、テレビ東京でやってる、ふるさと再生漫画日本の昔話っていう、ややこしいんですよ。これこれから褒めますから、ちょっとその聞いてほしいんですけど、昔ね、TBS っていうか、まあ、あれ MBS ですか、制作は。TBS で俺ら子供の頃からずっと漫画日本昔話っていうね、坊やーなんつってね、良い子だ、ねんねしななんつって、ね、早く寝てくれないとなんつって。まああの時よく年齢しな言われたから、もう弟できたの逆算すると、お袋45でやってんだよね、うちの親と。今は微笑ましいことだなと思うけど、思春期の時はちょっとやっぱへこんだなのうっていう歌のやつあったじゃんかね、結局ね、まあこの後お尻を出した子一等賞のエンディングの方に絡めた、まあひどい品のない話もできますけど、まあ、
それややこしくなりますからやめるとしても、その漫画日本昔話ってあってすごかったんですよ。 最高の頃は視聴率多分 30% とかいってんですよ。それもなんかさ、よくさ歴代視聴率ベスト10みたいな番組やるとさ、その白黒時代のボクシングとかが 40% 50% とか言ってた時代じゃないよ。普通にその世の中でやってるテレビのトップすげえ番組だなって言うと 20% 超えるとすげえって言われてた頃に、昔話の地味なアニメが 30% いったり 30% 超えたりしてた。でその頃にもうテレビ東京、当時の東京12チャンネル、東京12チャンネルはひっそりとそれをパクってで確かね漫画日本の昔話やってるんですよ。漫画日本の昔話をやってワンクールぐらいでそそくさと撤退してるんですよ、ね、でそれすごい覚えてて、でまあその後漫画日本昔話は、一旦こう終わってまたちょっと見直されて始まったりで、今また終わっちゃったけど DVD になったりとかしてる中で、でしたらさ、そのテレ東がああいう番組あった方がいいだろうっていうんで、その意思を引き継いで、そのパクリっていうよりも意思を引き継いでまあやってる感じでさ、で俺はもう日本昔話、日本の昔話が好き、基本的に昔話が好きだから、まあ、つい見ちゃうんだけど、これのね出来がとても良くて、なんかその元々の本家 TBS の漫画日本昔話もなんつうの、いわゆるこう売れ線のアニメの制作会社が作ってんじゃないんだろうなみたいな、なんかよく俺が言うのはアニメを極めた人たちいるじゃん、アニメ系の専門学校とかを行って今のアニメを極めた人たちが作ってるアニメというよりはなんか偏屈な美大生が作ってるみたいなその感じのこうアニメなんで、一話一話多分作ってる人も書いてる人も監督も全然違うんだと思うんだけど、その今やってる12ちゃんのふるさと再生漫画日本の昔話もそれ系で、もう全然一個一個絵柄が全然違って、でもいい感じにコンピューターは使ってるっていう感じの絵で、でそれを見てるわけで、おそらくそんな視聴率ないと、もうちゃんと見たことないですけど、あれ昼間っかやってんね、土曜かなんかの真っ昼間に多分やってる。俺録画してまで見てるから、逆に言うと俺が見てる時間は必ず家でエアロバイクを漕ぎながら息も絶え絶えで見るっていうのが俺の中での昔の早死にしたり捕まってったりしたロックンローラーたちのセックスドラッグロックンロールでいうところのオナニーエアロバイク昔話っていう、もうもうなんつう極道の限りを僕は尽くしてますから、意識朦朧としながら見てるんで、あれ何時かかね、まあまあその土曜日とかの昼間のプログラム、子供が見れる時間のプログラム、日曜の朝かなんかだから視聴率も大したことないと思うんですよ。でこれがなのにヘーベルハウスの一社提供、ヘーベルハウスがやろうっつってるからやれてるっていうだけのもんなんです。でね、普通その今テレビに CM を打つっていう時に何がその一番いい方法かって言うと、それは視聴率の高いところになるべく CM をいっぱい打つ方がいいって言って、でこれは俺はその現場で働いてる人間だから一概にいいとか悪いとか言えないけども、その CM を少しでもいっぱい見てもらうためにともすれば、一番いいところで CM の後続きがすぐ始まりますからみたいなこともあったりとかして、でなんかこう大変だな、その CM をいっぱい見てもらう競争っていうのも、で我々もそれで番組をさせてもらうわけですから、今なんぼ頭の中に今蘭一生さんがすごい勢いで蘭一生さんが気をつけろ、そこは気をつけろって聞くから、それは今日当たり前の話だとね、あなたのね、あの怪我を無駄にはしないっていう感じのですよ。まあそれでまあその辺は組んでいただいたとして、っていうことで言うならば、そこに打つことがすごい効率がいいことではないと思うんですよ。ね、そのテレビを一社提供って結構お金がかかるスポンサードをして、その、なのに日曜日の昼間の番組をスポンサードするっていうのは、だけど、まあ、この、ふるさと再生漫画日本、
本の昔話のクオリティが高くてつい見ちゃうんで、もう俺が家を建てる時はもうヘーベルハウス一応ま第一候補よ。あまりにも良くて安いのが出てくる、それは負けます。それ絶対負けますけど、なんか俺の中でどこで建てても一緒だったらあの分ヘーベルハウスと思うんだよね。だから漫画日本、日本の昔話、日本の民話だから、なんか俺が見た、この間見たやつは、まあ、随分前に撮ったやつだよ。この間見たやつは、まあさ、いいんだよ、その、荒唐無稽な感じが。足の折れたツバメ、みたいな話なんだけど。なんか、こう、じじいが一人で暮らしてるわけ。汚れ家で、ね。で、そしたらなんか、その上のとこに、スズメじゃねえ、ツバメの巣ができて、それでそのツバメが下落っこって足が折れちゃってるわけ。そしたらそれにわざわざじいちゃんは添え牛してあげて飛べるようになるまで看病するわけ。で、そしたらその、ツバメが、その、もう旅立ちの時期に足も治ったから一緒に話してやると、おじいちゃんの上を何個か旋回して、パーッと飛んでいくわけ。で、次のツバメの季節になるとツバメ渡り鳥から帰ってくるんだよ。で、帰ってくる時にツバメがおじいちゃんの頭の上にポトッとなんか落とすわけ。で、んで、なんだって、お礼をするのかと思ったら、クソでもしたかなんつって頭を触ると、そこに、スイカの種が一個落ちてて。で、スイカのその種を植えたら、すげえデカさのスイカが出来上がる。びっくりするぐらい、ジジイと同じぐらいの大きさのスイカが出来上がって、それで、そのスイカを切ったら、中から小さい大工さんが15人ぐらい出てくるのね。しょうがないじゃん、出てきたんだから。その大工さんが、おじいちゃんの家を新しく建ててくれる。もうわかんないけど、しょうがないじゃん、そうなんだから。もうなんだかわかんないけど、直で大工さん来ちゃダメなのかもわからないし、なんでその一旦スイカかはわかんないんだけど。で、最終的になんか大工さんたちは、お茶と握り飯だったかな、なんかお茶と、違う、漬物とお茶だけお茶の時間にくれたら、あとはもういらねえからっていうのね。もうなんかその、振りとしてはさ、ツバメ助けました、スイカの種くれました、スイカの種植えたら何が起こるんだよみたいな。これよくあるいろんなところの昔話って、こういろいろこうその影響し合って混ざったりとかするからさ、あれかなんかわかんないけど、ジャックと豆の木パターンみたいのもあんじゃねえのみたいの思うと、でっかいスイカができるわけ。だからこれ桃太郎パターンか、いわゆる桃太郎パターンかと思って開けたら、そこから小さい大工さんがいっぱい出たところで、小さい大工さんがいっぱい出てくるってどういうことみたいな。だってさ、昔話なんだからさ、大工さん一人でもいいじゃん。おっきい大工さん一人でもいいじゃん。だって、大工さんが万能だったら何でもいいわけだから、そこよくわかんないけど、ちっちゃい大工さんがいっぱい出てきた上に、これだけ守ってくれと。そのちっちゃい大工さんの中でも棟梁が言うには、あのお茶の時間にナスの漬物とお茶だけ、これだけだよ、もうこれだけあればいいから頼むって言われて、来たよこの振りをどうすんのって思うじゃん。別に回収はされなかった。でその大工さんたちが家をすごい立派にしてくれた上に、なんかお米もくれたりとか、そのお塩とお塩もくれたりとかして、またなって言って大工さんは外にいなくなっちゃったんだけど、追いかけて行こうとしたら、そのたくさんツバメが飛んで向こうの方に行っちゃいましたと、さって終わり方だから、一旦大工さんを経由するのもあんまわかんないわけ。全然俺にしてはそのスイカっていうキーワードも全然わかんないのね。もう伏線が全く回収されてないんだけど、絵柄も可愛いし、何にせこっちはすごい勢いでそのチャリこいじゃってるからよくわかんなくなってるわけで、もえれえなと思って、それで向こうにずっとそのたくさんのツバメが飛んできました。それで今度ツバメ目線っていうか、引きのその村の絵になる、おじいちゃんの家の絵になるとさ、建てたばっかのおじいちゃんの家があって CM に行くんだけど、俺こん金出してるんだから、こんな、しかも長くやってんだよこれ、ずっと長くやってんだこの番組やってんだから、最後にその家の屋根が持ち上がって、はーいって言っても全然バチ当たんないよ。全然それがはーいで終わって、あーヘベルハウスっていうやつ俺のサブリミナルにグイグイねじ込んできたとしても、そらこんだけやってんならもういいですよと思うけど、しないね、はーいって言わないね、多分話がややこしくなっちゃうから。そうするとあれで頭をパカッて開けちゃうと、あの家が魔物みたいな話で後気になっちゃうからなんだろうけど、俺それを入れてもいいぐらいヘベルハウスはちゃんとやってんなって思うわけで、この手のものの、例えばよくあるさ、よくわかんないさ、
こ出してんだかよくわかんないけど、すっげえ安いワンコインの DVD とかでもさ、昔話のアニメってあんじゃん、これもともと何なのみたいなやつあんじゃん、あれも俺買うので、何が好きだって言ってもその中に出てくるメジャーなお話の切り口のちょっとした差みたいなのが好きなんだ。だってほら、丸パク、大元は著作権フリーだけど、演出っぽいものは丸パクリにはなかなかできないからっていうんで、あとそれから解釈とか、その大元にも伝わってる、その大元みたいなものの解釈の仕方とか、その、まああとセリフとかは、それぞれの人の感覚になるじゃん。で、そうするとこれいつも残念だと思うのは、俺の記憶の中では、本家、TBS の MBS の漫画日本昔話に何回かリメイクされてる話ってある。だって1000話とかあるから、何回かリメイクされてる話はあるんだけど、 DVD にするときはその時の僕1話しか入ってないと思うんですよ、ね、で俺が思うには浦島太郎って今 DVD になってるやつ以外のが確かあったと俺は思うって思うんだけど、まあその浦島太郎の解釈違いみたいなちょっと好きで、でね、その今 DVD になってるその TBS 版の漫画日本昔話の浦島太郎は、なんかその一番最初浦島太郎がすげえ日々暗いんだよね。なんかね、母ちゃんだかお袋だかがすげえ怖くて、強妻化っていうか、まあ虐げられてるんだよね。それで虐げられてる毎日の中でいじめられてる亀を見つけて助けてやって、それで、その、亀に連れられて竜宮城行って、すげえ綺麗なものを三日三晩見て、やっぱり帰りてぇって帰ってきたら、その、帰る前に玉手箱を渡されて、これ絶対開けんなよ、絶対開けんなよ。竜ちゃん絶対開けないでよっていう、そのダチョウ倶楽部的なやつで言われて、それで、戻ったらすごい時間経ってるから誰もいませんと。で、その途方に暮れてると、これがその TBS 版の俺の中ではすげえいいとこなんだけど、玉手箱を開けようと思わないんだよね。で、玉手箱を、要するにちょっとその、帰ってきたらもう何百年も経ってて、自分のふるさともなくなってたってことに対して、なんだよ竜宮城、なんだよ乙姫っていう感じがして、その玉手箱を一回捨てるんだよね。で、捨てるんだけど波で戻ってくんだよね。で、その戻ってきて、それ開けるっていうよりは自然に開いちゃって、煙が出て急におじいさんなんだけど、急にそれまで可愛らしいタッチだった浦島太郎が汚ねえのじじいになる、タッチ変わって、これでずっと笑ってて終わりっていう終わり方で、これが好きなの、すごく好きなの。で、俺がいつも思う、これから導き出した解釈は、浦島太郎はすげえしょっぺい人生、もう現実逃避するしかないしょっぺい人生を送ってて、その日もいじめられてる亀を助けてないと思う。で、助けなかったっていう、助けなかったっていうことの後悔だけでジジイになるまで暮らしたと思う。でも、そのずっとしょっぺい人生の中で、あの時助けてればそこから人生は好転したんじゃねえかっていう現実逃避をずっとしてきたと思う。これで、そのしてきた最後の最後に見た浦島太郎の何にもいいことなかった人生の、その一番最後に見た走馬灯が、もう走馬灯の中で一番印象の強いことが妄想だから、自分の中での現実じゃないから、こういうことになるんだっていう俺の解釈になってくる。それの今回のそのふるさと再生バージョンはまたちょっとタッチが変わってて、ふるさと再生バージョンはね、おじいちゃんもおばあちゃんもいい人で虐げられてはいないわけ、全然虐げられてはいないんだけど、その最初の下りのところに浦島はすごい腕のいい漁師だったけど、本当は漁師なんかよりももっとのんびりとした暮らしに憧れてたみたいな一言がある。別に細かい下りはないんだよ。でも漁師みたいな生き物を取るっていう暮らしをしたいとは思っていなかったんだと佐藤は言うんだよね。で、具体的な表現で行くと、亀をいじめて、あんまこう、具体的にいじめてないよね。なんかその穴ぼこに落っこってるウミガメの子供みたいなやつが、海になかなか帰れないのを楽しんでるんだ、その子供たちが。で、これでその、そんなんその、暴力的なことはしてないんだけど、こいつ海に帰れねえみたいなことを笑ってると、
たす、それ返そうだろって、海返してやれよって言うんだけど、子供たちが言い返すのが、浦島だって、海のものを、取って、それで食ってるくせに、なんでこれがいけないんだよって言い返す。俺たちが海のもので、遊んで何が悪いんだよっていうのに対して浦島は、俺は食うためにやっている。おもちゃにしてるわけじゃないっていうのね。何そのくだりって、ちょっともう俺の中で、これも俺が今大げさに言ってるだけで、スッと入るんだ。俺は、そのあれ、江本明さんが声やってるんだけど、バカ言うでね、俺は生きてくためにやってることだ。お前らみたいに、海のものをおもちゃにしたことはね、って言って返す。ここで漁をしてたら、まあ亀が、の、まあこのパターンは親の亀が来て、で、親のパターンの背中に乗ってくる。TBS パターンは、の僕が好きなのは TBS パターンの浦島太郎は亀の背中に乗って潜っていくときに途中苦しいって言うんだよ。その浦島は苦しい苦しいって言われた。だけど落ち着いてって言うのね。落ち着いてやれば大丈夫だって言うわけ。落ち着いて乗ってると大丈夫だって亀のアドバイスに従って落ち着くと大丈夫になるんだけど、絵的には口から出てた泡が消えてるっていう絵がなくなってるのね。で、俺はそれをそこでほぼ死にかけてるっていう解釈なんだけど、今度の浦島はその泡うんぬんのくだりはないんだけど、潜っていく途中に江本さんのナレーションで深く深く潜っていくような、逆に天に登っていくような気持ちじゃったっていうのね。さらっと言うんだ。それもこれで行った先が竜宮城さ、綺麗なんだけど、竜宮城はものすごいでかい施設で、そのタイやヒラメの舞踊りを見るっていうよりはたくさんいろんな部屋があるから、その部屋を一個一個見て回るだけでも毎日すごい楽しいみたいな話になって、それはちょっと前に見たアラビアンナイトにもまあ似てるんだけど、その他の番組で、その NHK の番組で学んだアラビアンナイトにも似てんだけど、もうなんかそれを一軒一軒一部屋一部屋見てるだけでもまあ楽しくて、時間が経つの忘れちゃって帰るよっていう。それで玉手箱もらうじゃん。玉手箱もらって帰ると、まあないわけだ、自分の家はないわけだ。それでいろいろ聞いて歩いてここでっていうと、その村で一番年寄りのおじいちゃんが、自分のじいちゃんのじいちゃんの代ぐらいに聞いたけど、腕のいい浦島太郎っていう漁師がいたんだけど、そいつは行方不明になってすごい一生懸命探したんだけど、船だけがあって、そいつはもう帰ってこなくて、あのおじいちゃんとおばあちゃんはずーっと浦島のこと心配していつも海に行ってたけども、結局帰っては来なかったそうだぞって言われて、このことに気づいて、で軽いパニック状態でなんだこれっつって、その玉手箱開けるわけで、そうするとおじいちゃんになっちゃうんだけど、その締めの江本さんのコメントが、おじいちゃんになって浦島はいいことも悪いことも全て忘れてしまったそうですって終わるの。え、いいこともって思うんだけど、え、すげえなと思う。いいことも悪いことも全て忘れてしまいましたとさ、とても良くてさ、とても良くて、そりゃわかんないけど、もうそれもさ、呆然としてるジジイの浦島の絵から引いて村の絵になるから、俺として見れば全部のかやぶき屋根の家がはーいってやってもいいと思うよ。こんだけ出してっからね。これ今ほんと今の世の中で、またこれがさ、 DVD 化もされてるのね。 DVD 化もされてるんだけど、最初の2話ぐらいが DVD 化されてるだけで、あ、最初のボックス2個分ぐらいが DVD 化されてるだけで、多分それから増え続けてるやつは DVD 化してないんだよね。で、結構頑張ってんのが、そのヘーベルハウス劇場なんだけど、上映会をやる権利付きの DVD とかも出てるらしいんだよ、ね、なんかその細かいことは分かんないけど、 Amazon とかで調べるとちょっと値段が上乗せしてあって、1枚それボックスだけ1枚1枚で上映会権付きバージョンみたいなのが出てたりとかするんだよ。で、なんかだから、まあ、一番、まずはだから、金を貯めないとっていう。まず金を貯めないとどうにもこうにもならないんだけど、あと俺の考えている、新規なからくり屋敷を、ヘーベルハウスは受け負ってくれるかどうかっていうこととかもありますけれども、1LDK だけど、便所が13個みたいなことになりますから。で、その一個一個の便所がまた、からくり通路でいろんなところに、繋がってる感じとかになりますけど、あれですけど、でもちょっと、いいですよ。ビデオに撮ってでも、DVD、ハードディスクに撮ってでも見てほしいね。富士ファブリックでライフ。
あ、いいよね。なんか、いろんな人の話、もちろん外れもあるっていうかさ、もう、やっぱりね、なんだろうね、外れも良くなってくんだよね、ずっと見始めると。結局さ、当たりばっかり求めていくと、結局、面白くなくなるな、テレビっていう。要は結局、隙間なく面白いみたいなことをやっていくうちに、おそらく、悪気もなくやらせとか演出方とか出てくるし、予定調和とかの嵐になってくんだろうけど、だから、ま、なんだかわかんないけど、クソパズルだった話も出てくる。何がみたいなやつもすごい出てくんだけど、逆にすげえ怖いやつとかに当たった時に、面白いなってやつ当たった時に、イワナを取る漁師の人たちがいて、で、なんかその、そこの村の偉い人が、ちょっとしたこう宴会やるのにいっぱいイワナがいるから、イワナいっぱい取れってのは、ちょっとなかなか取れない時期ですと。で、そしたら、なんか隣町だか隣村だかに、すげえイワナ取り名人ってやつがいて、で、そいつのやり方がすげえなと、一番上流から痺れ薬を流すと。そうするとイワナが全部浮くと。で、そのイワナを拾えばいいと。で、拾ってみんなで食うと、この痺れ薬は、だいたい食べる頃には大丈夫になってるから、その、食べれ、それで大丈夫だよって言われる。うわ、なんか今っぽいっていう、うわ、すげえ今っぽいみたいな話が来て、で、大丈夫なの大丈夫なのみたいな日に、まあその夜急に旅の僧侶みたいなやつが来るのよ。でそれがまあ魚面なわけ、顔が魚面のやつで、絶対それやっちゃダメだよ、絶対それやっちゃダメっつって、でその時になんかその村尾さんみたい、村の名物の草団子みたいなやつを3つぐらい食わしてやって、で食うんだけど、とにかくやめた方がいいよっつって僧侶がいなくなっちゃって、でもそのしびれ薬量はやられるわけ、されるわけ、なされるわけで、そしたらその中にすげえでかい魚、イワナがいて、で、そのイワナを食おうと思ってお腹を裂いたら、中から、その名物の草団子が3つ出てくるのね。うーわーみたいな。その後真っ赤な雨が降ってきて、みんなの体が痺れ始めるっていう。怖い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 みたいな。すっごい、超怖いみたいなのになって。ちょっとあんまり怖いんで、その、寝てる神様を起こしてみるっていう。おい起きろ起きろなんつって、起きろよしなんつってね、うるせえなお前って言われて、なんか昔話ついでで、あの種田三等家っていう人にちょっとハマってましてね。で、まあ、その三等家っていう人は昭和の頭ぐらいですかね、多分戦前ぐらいの俳句作る人で、これでまあお酒が好きでふらふら一人旅しながらまあ俳句書いてるみたいな人だと思います。ざっくりとだと思います。だからその、この種田三等家っていう人の研究家の人にしてみればまた細かいことあるかもしれませんけど、まあそういう人で、割と本人曰くダメ人間の一面を持ってるような人なんですけど、それ俳句っていうのがさ、それな自由律っていうの、なんかそれがすごくて、五七五にするのもすごいじゃん。なんか出来事を五七五にするのもすごいのに、まだ余ってるみたいな。まだ余ってるって、こっちはさ、喋っても喋っても喋り足んないで喋ってるにも関わる大して内容のないこと。何に例えればいいですかね。よくさ、回転寿司に行ってさ、こっちはすげえ勢いで回転寿司食ってるとさ、なんか、OL さんなのかな ?3 枚ぐらい食って海苔巻き1個余してるやついるでしょ。マジかと、こっち側からしてみたら、3枚で終わるってのもすごいね。海苔巻き余るっていう。あれ、これ例えとして合ってると思うけど、合ってねえのか。だから、三等家の人の、三等家さんの、やつの、俺の好きなやつは、まあ、それでいつも旅ばっかしてる人なんだけどね。それでたまたま俺の読んだ回は、四国かなんか旅してるやつかな。旅しながら俳句書いてるやつなんだよね。で、その俳句ばっかのやつなんだけどね。宿までカマキリついてきたのかみたいな。宿までカマキリついてきたのか。だから、もう2文字ぐらい余っちゃってんだよね。17文字でも結構大変なのに、2文字、あ、もうごめんなさい、もうお腹いっぱいで2文字無理です。もう2文字余計なんでお返しします、なんつって。じゃあの次のポイントカードの方に入れときますから、次の時にみたいな、あ、じゃあ次の時になんて、あいつ何文字溜まってんだよっていうぐらいこういうやつなんです。でいて、その宿までカマキリついてきたのかにの中に含まれてる、
今日もおそらくさ、なんかその草ぼうぼうのところとかいっぱい歩いてきたんでしょ、ヘッドヘッドになるぐらい歩いてきたわけでしょ。それでいて、なんかやっとこさっとこ安い宿に着いたわけでしょ。それでいて、その、ご休憩ですか宿泊ですかなんて言われて。ね、それでいて、まあまあ宿泊って言うわな。ね。もう、それで宿泊で頼んで、ね。やっと上着を脱いだりとかしてるときにそこにカマキリがくっついてるのを見て、あ、どっからずーっとこのカマキリついてたんだな、なんて、結果宿までついてきたのか、なんつって。で、いて多分その一人ぼっちで歩いてるときの寂しさとか、全部こんな入ってるわけでしょ。すごくないと思っちゃって。で、この三等価のすげえなってところは、これ、なんか、三等価コーナーにしようかと思ったから、無理やり構成のこの前座ってキャラキャラ笑ってる渡辺くんと、それからそのディレクタープロセスの池田にも、ちょっと三等価。ちょっと俺の中で急に三等価ブーム来たからっつって。ほいで、その、読んでなんて言いながら。したらちょっと面白いですね、なんて話になって。あれ良かったなっつって。俺の中で好きだったやつなんだけど、ね。あれ、三等価が相変わらずまたとぼとぼ歩いてて、で行って相当疲れちゃったっぽくて、で、メインの、道からちょっと逸れた丘かなんかに足を投げ出してこうやって座ってさ、なんつって、あー疲れちゃったなー、なんつって。へー、なんつって、随分遠くまで来ちゃったなー、なんつって。ほいで、まあまあ一人も悪くはないね、なんつって。ね。で、パッて見たら、もうぐったりしてるって疲れ切っちゃってるから、ほぼ物と同じような状況になってるから、こう投げ出して、足伸ばして座ってる、そのつま先のところに、トンボが、もう季節なんだ、夏も終わりなんだろうね。トンボがつま先のところに、止まろうとしたりするんだけど、あ、トンボ止まるみたいなことをちょっと微笑ましく感じちゃう、この生態反応。その、三等価が物じゃ少しなくなるたびに、トンボが警戒するからやっぱり止まらないみたいのを繰り返してるのを三等価が見てる、まったりとした時間、敵のやつあったよねなんつって。でみんなで、あったのあったあったつって、それはもうみんな印象にあるから、敵のやつあった敵のやつって、どれだっけつって探していくと、投げ出した足にトンボ止まろうとするっていう、これだけなのね。すごくない？もう俺なんか3文字ぐらいのことを2時間喋ってんだよ。うるせえ。ね、そのことが、いやもうなんかわかんないけど、この真逆のとこにある、三等価つうか、まあ、その自由率っていうか、なんだっけもう一人いるのよ。尾崎放斎だっけ。尾崎放斎っていう、咳をしても一人って。ね。なんだろう、俺たち、ティッシュがない。いやいや、でもティッシュがないだけだと、ティッシュがないだけだと、もうちょっとないとダメじゃん。なんかあんじゃん。俺の表現したいのは、なんとなくやることもないから軽くチンチンを甘いじりしてたら、あれ思った以上にチンチンが本気になっていくっていう。それでいて、だっておいおい、いい年こいて、何のこう直接的なおかずもなしにおチンチンをただいじるってのもどうかねっていう葛藤もあるんだけど、なんかその、チンチンの反応に引っ張られるように頭の中にいろんな妄想が湧いてきて、あれこれってっつって、これいざ、もうっていう時になってから、はティッシュがないを縮めたいの。本当わかるんだけど、三等価だったら、三等価だったらどこまで入れんだけど、その、過不足ない感じがすげえなと思うのは、その投げ出した足にトンボ止まろうとする自体はあんま節約できてないで、むしろ長いのか？投げ出した足に、トンボ止まろうとする。一応、多いぐらいその文字の数え方が余るぐらいなんだよ。それが、だ自由なんだよ。俺だったら多分短くしようか、長くしようって考えて失敗するんだけど、なんかその感じだよね。咳をしても一人、ね。尾崎放斎の咳をしても一人の、こう、なんだろうね。一文字ちゃんと入れるとか、トンボ止まるでもいいのに、ロウとするの方が、さっき言った、自分が、完全に物じゃないからトンボは警戒心を最終的に解いてはいないみたいなところも入るじゃんみたいのが良くて、なんか三等価ブーム。ゼルダの伝説の、神々のトライフォース2っていう 3DS のやつを終わったんですけど、やってて終わったんですけど、いや、つくづく思ったのは、短いんだ、やっぱり。割と、その、謎解きの温度が相当いいんですよ。相変わらず相当良くて。ちょっとこう詰まるわけですよ。ちょっと詰まって、うわ、これもう、
どうしたらいいんだよみたいな。でいて自分のまずさを棚に上げて、どうせあるでしょってこれ、そのネットとか攻略本とかで調べてみた結果、そんなのわかるわけねえじゃんみたいなことになるんだよね、こういうやつね、つって。あ、でもこういう風にやったらどうかな、なんつって。ダメでしょなんつって。それで、なんなん、大体理不尽なんだよね、こういうやつって。で、そんなのわかるわけないじゃん的なやつか。あとは、すげえ一生懸命こうやってる相当な手だれのそのゲーマーにしかできないようになってると見せかけてこうなんじゃねえの？ダメでしょ？みたいな感じのやつが何回かあって、ほいでなんか不意なところで急にこうできる。で、その時に、普通はさっきぐちぐち言ってたみたいな、こんなのわかるわけねえ。結局できたとしてもね。また、じゃあ、例えば攻略本見たり、ネット見たり、人に聞いてできたとしても、それどうやってわかればいいわけみたいなのが多いわけですよ。で、やっぱりゼルダのいいところは、なるほどねっていう、こっち側はそのさっきまでの怒りはどこへやらの、なるほどね。あ、そっか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 、そういう道具を俺は確かにもらっていたみたいな、その感じがすげえバランス良くて。で、やっぱなんかそのバランスのものをずっと散りばめてっても、限界はあるわけ。限界はかなり自由度も高いんだけど、限界はあって。で、終わっちゃってみると、割と早く終わっちゃったらもっとやりたかったなとは思う。ね、だから、多分ゼルダのその神々の伝説トライフォースをやった人は、えらい早く終わっちゃったなっていう思う人はいるかもしれない。で、まあ、そのために2周目みたいなやつの、さらにハードモードが遊べますよみたいなのあるんだけど、まあ、俺はそういうのあんまやる気がないタイプなんで、まあ、終わっちゃったから、その、構成の渡辺くんに、ゼルダ面白かったからやれば、みたいな。賞賛かよ、俺たち。あ、じゃあやってみます、なんつって。それで、たまに、さ、一緒にこう、その、やってる、ダイムの連載の、ダイムズ雑誌の連載の原稿とか書いてるときに、家で寝てられるのもムカつくけど、かといって今二人でやれない作業とかやってるときに、じっと見てられるのもムカつくんで、お前ゼルダやればいいじゃんみたいな。で、そうすると前ゼルダやってるわけ。で、そうするとさ、死んだ音とか聞こえるじゃん。で、死んだ音聞こえて、こいつがなんか、わかんねえよ、みたいな。なんなのこれみたいなの言ってるのがすげえ面白かったりとかする。で、その後に、あ、そうかとかなってるんだ。こいつもその感じなんだ、なんつって。んで、その、俺も解き終わって、構成の渡辺くんもその解いた後初めて解き終わったみたいな状況なんだけど、でも、それでつくづく思うのは、その、俺が今の時代のおじさんだからかもしんないけど、その、ゲームの面白いのは、今やり込み要素とかいっぱい用意してくれたりとかさ、ネットとかでどんどん新しいその追加コンテンツができたりとかしてさ、終わらないゲームってあるじゃん。延々と終わらないゲームってあるじゃん。あれを俺は求めてないなっていう。やっぱりそれ終わったっていう、あの終わった時の寂しさと、あ、もうゼルダの謎がもうこれ以上は用意されてないっていう寂しさと、それと終わったっていう充実感のあの混ぜこぜになったやつが俺は好きなんだなっていう。だからもちろん、その無理難題として早く3が出てほしいとか思うし、もっとやりたいと思うんだけど、なんかだからといって長くやるためのやり込み要素みたいな、こういうやり込み要素を用意してますよみたいなゲームを、俺が欲しいかっていうと全然別に欲しくはないし、やり込めって言われてやり込むかみたいなところがずっとあるから、なんかその、ゼルダのその、短さみたいのが久々に、ちゃんと解けたっていう、ちゃんと終わりまで行けたっていう、またこれがさ、それがうまくできてるシステムなんだけど、ゼルダの今回、どうしても詰まっちゃった時用のメガネみたいなアイテムがあって、で、そのアイテムをかけると、ヒントをくれるお化けみたいのが画面に現れるわけ。で、要するに、ここはもしかしたら詰まるんじゃねえのっていうところには、詰まるやつもいるよなっていうところには、そのお化けがいるんだ。で、メガネ、だいたい詰まっちゃって、もうどうしようもねえよっていう、作ってんの誰だ、宮本すぎるさん作ってんのかな、宮本も、さすがの宮本もこういう理不尽な謎を入れてくるようになったのかみたいな、しげらと思いながら、そのメガネかけるじゃん。そうするといるわけ。そこにお化けが、うわ、宮本を見通しじゃんっていう、ここで俺が詰まることみたいな、これ引いたら負けなんだよなみたいな。引いたら負けなんだよなと思うから、このお化けに聞かねえっていう、お化けには聞かねえっていう努力も大変なわけ。
いるからね、お化けは。どうせお前わかんねえんだろ、みたいな。で、いるから。それで、でもお化けがいないとすると、でも、待てよ、ここ入る入り口のところの柱にこのマークが書いてあったってことは、このマークに関係してる武器は使わなきゃなんないはずなのに、一回もそのアイテムを使わないでここまで来てるぞっていう、ホールだ宮本はそういうの分かってっかね。宮本がそんな理不尽な形の謎に俺を突き落とすわけ、ゼルダが俺をそういう理不尽なところに迷わせるはずはねえんだよ。メガネ捨てちまえ捨てちまえってなるわけ。いらねえんだよそんなのってなるわけ。で、俺はそれで全部解くじゃん。なのに、この前に座ってる渡辺は、メガネをかけてお化けに聞くっていうのもプライドは許さないわけ。なのに、ちょっと大きめの声で俺を誘うっていう。あれ、ここのところどうしてこのひび割れはどうしてなんだみたいな変な位置にあるけど。これ、伊集院さんどうしてですか、ね、俺がポロッと言うの待ってるだろ。俺はお前のメガネをかけた時に見えるお化けではないから。その感じも含めて、まあ、でもちょっとね、やりましたよ、久々に。久々になんか、ああ、解いたなっていう。あ、でもやっぱり、今のちびっこ諸君は短いぬるいの方がいっちゃうのかね。でも、面白いと思うけどね。今日は早めにコーナーに入ろうと思ったのに、もうこんな時間になっちゃったの。しかも中途半端で、あと1時台の CM もう1本残してるっていうことは、そんなに長くコーナー1個やるほどもないんですよね。三等価の話しながらさ、なんかこう、僕こういう瞬間がすごい好きなんだけど、一応鉛筆とか持ちながら、形だけね、鉛筆とかも何をメモするわけでもなく鉛筆とか持ちながら喋ってて、でその前に座ってる高専の渡辺くんがムカつく反応したら目をついてやろうと思うってるんですけど、もしくはくるぶしを貫いてやろうと思ってるんですけど、このさっと机の下に隠れてると思って何してんだろうと思ったらくるぶしをガーンってギリリ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 リってそれを何が面白いんだよ狙ってまあ鉛筆持ってんですけど、それがさ、その昔長電話してる時、長電話してる時にさ、メモ帳にこうやってなんかこうちょっとずつ書いてるうちにさ、俺作なんだけど俺作じゃないイラストが出来上がるじゃん。ね。で、さっきの三等価の話してる時にどうやらそれを書いてたらしくて、全然覚えがないイラストがここに書かれてて、で、それが野球選手の下半身なのね。で、なんで書かれてるのかがわからないじゃん、これ全然。これさ、種田だね。ガニ股の、ガニ股の下半身をどうも書いてたんだね。なんかそれがちょっと面白かったですね。あと最近ちょっといい話が。なんか前に、俺もこれも、その、イラストどころか、そのメインで喋ってることも何喋ってるかわかんないわけ。そんな忘れちゃうわけ。後々に、こう、ちゃんと、こう、おはがきで、おはがきでのみ、普通のお便りとかをいただいてますけど、そこに、大田るみさんの話良かったですって書かれて、誰だそれって思う。知らねえよそんな女って思うんだけど、しばらくしてから、大田るみ峠にいた女ねって思うわけ。それもう忘れちゃう。すぐ忘れちゃうんだよ。だってもうその時はトランス状態で喋ってるから、全然、だんだん思い出しますよ。その後自分の中できちんとおさらいしてみたら、大田るみって、大田るみじゃなくて、本当あれですよ、薄い幸子でしょ。で、幸薄いっていうのが嫌で、自分の源氏名を大田るみにして、キャバレーで働いてた女でしょ。ね、で、その、いねえんだけどね。で、そのさ、そういうやつの一環なんだけど、この番組の、一番最初代のディレクタープロデューサーの永田守さんっていうおじさんがいて、その永田守さんっていうおじさんの話をこう、たまにしてて。ほいで、その長田守さんの奥様っていうのが大変面倒見のいい方で、で、うちの神さんはこの長田守さんの奥さんととても仲良くしてるから、俺は長田さんの仲いいから、いわゆる家族ぐるみっちゃ家族ぐるみで付き合ったりするわけ。で、たまたま、その長田守さんのその家に新しい犬を飼ったよみたいな話があったんで、その新しい犬を見に行った時に、その奥さんから聞いて、長田守さんはいなくて、奥さんから聞いた話なんだよね。なんかその奥さんの知り合いの人が、この番組をすごい聞いてる人だと。ものすごい聞いてる人なんだって。で、それは聞いてたんだけど、で、長田守さんがどうも TBS の人だっていうのはその人も知ってるっていう状況だったんだけど、その長田さんとたまーにこの番組で俺が話す長田さんは別にあんまくっつかない状況だったんだけど、たまたまこの間俺これ言ったかどうか忘れちゃったけど、
長田守さん家の犬が死んじゃったっていう話俺した。それがあんま下覚えがないんだけど。なんかまあその長田守さんの家って言ったかどうか別として知り合いの家の犬が死んじゃったみたいな話を した。したらしいんだ。したら、ちょうどそれがくっついて、あ、その、要するに長田さんの飼ってる犬だ、奥さんの飼ってる犬でもあるわけ。が、亡くなったばっかりの時に、つい犬が亡くなっちゃったって話をして、は、あの長田さん TBS、TBS 伊集院光、あ、ってことは、で、年齢的にも考えたら、あ、その長田守さんは、ずっと自分の聞いてた伊集院光の深夜のバカ力の最初のディレクターの長田守さんなんだってことが、何年も聞いてて、また何年も長田家に出入りしてて、バチッとハマったっていう。話をされて、あ、そういうことあんだって思うと同時に俺も思い出したのは、俺高校の時に所ジョージさんが書いてる日記の本を読むのがすごい好きだった。所ジョージさんが日記をいつもまとめてちょっとその本にしてて、それを読むのが好きだった。それに所さんの日記の中によく永田のマモちゃん、永田のマモちゃんっていう、所さんが当時 TBS でやってたすすめ面白バホバホ隊っていう番組のディレクターの永田のマモちゃんっていう人がいい加減で面白いって話が出てきてて、だけどその後自分が大人になってちゃんと TBS で仕事するようになって、その永田守さんと一緒に仕事するようになってからもしばらく全然一致しなくて、それでその永田さんが所さんと仲いいっていうことがたまたま自分のやってた昼の番組に所さんがゲスト来た時に分かって、はぁ、この人があの本に出てくる永田のマモちゃんなんだっていうこう経験がを急に思い出して、なんかそういうのが二層三層にこう思って、すげえ面白かったんだね。相変わらずその永田守さんよくわかんない人で、犬が亡くなって犬が一匹になっちゃって飼えそうだなと思って、でしたらなんかその犬によく似てる犬がペットショップで売れ残ってんのを見っけて買ったらしいんだよね。もうあの残された犬も飼えそうだしっていうノリの人だから買って、これなんかうちにメールが来て、新しい犬飼ったけど、あの、見たいだろうけど、見たいでしょ。ね。絶対来ないでって書いたのね。普通行くだろ、それがお笑いの家来たら。本当に来ないでほしいらしくて。なんか犬って最初にしつけの期間に甘やかす人が来るのが一番良くないっていう、なんか持論らしくて。なそれ本気らしくて、本当に断られるみたいな。ね。まあよくわかんないおじさんですけど、あ、そんなことあんだなっていう。月曜日ちゃん、一応に光る深夜のバカ力。知らねえルールっていっぱいあんなと思ってさ、たまたま、ビッグコミックスピリッツ見てまして、ラストイニングって野球漫画見てたら、あれこのルール違わねえみたいな。俺は野球が大好きだから、野球漫画のそういうのは気づきやすい。まあ、でももっと言や、俺がちびっこの頃は、水島新司さんはかなり間違ったルール解釈してんだけど、まあその頃は知らなかったり、まあ、あとは水島さんの漫画で逆に知ったりとか。あと水島さんの漫画でちょっと間違ってるっていうことが話題になって、まあ結局正解を知ったりとか、まあするわけで。俺今週のラストイニングで多分これは伏線じゃなくて単純に間違えたんだろうなと思う、こう野球のルール的に、っていうシーンがちょっとあったりとかして。で、まあ、野球は好きだからそんなに気づくじゃん。俺、サッカーで初めて知ったルールなんだけど、レンタル移籍って言ったんだよ。たまたまね、なんだかんだでスポーツのニュースをいっぱい見てて、そしたら、横浜 FC の大久保選手が、栃木 SC にレンタル移籍になった。で、それに関するお知らせみたいのが、その、栃木 SC の、その、ホームページに載ってるんだけど、偉いなとか、ちゃんとわかんない人のために載っけてくれるんだと思ったのは、レンタル遺跡の間は、その、横浜 FC 対、栃木 SC の直接対決の試合には、出られないっていうルール。あれ多分間違いないと、あそこに書いてあった文面では、のをご了承くださいっていうのが書いてあって、なんかちょっと、関心、しちゃって、やっぱりほら、トトとかあるから、少し偉いなと思うのはそこで、トトが導入されるときに、やっぱり何が怖いっつっても、
そのスポーツが賭け事の対象になることに関して、いつでもあらぬ疑いを持たれかねないっていう、それがゼロだったものが 0.1 でも起こるのは、僕はあんまいいことではないと思う、ね。で、まあ皆さんよろしければいいし、僕自体別にトトをそれだから買わないとも思わないし、サッカーを見ないとも思わないけど。でもなんかそこをちゃんとしてんのは偉いなと思って。だから要するに君は、この球団の選手だけで今貸してるっていう状況の中で、その勝敗に関連するところに出ちゃうのはダメだろうっていう、ルールある。知ってた。知ってた。知らないよね。俺も見て初めて、俺多分自分で試合観戦してる時に、急に出なかったら怪我なの何なのって思うけど、あ、あるんだ、みたいなのを知って、あ、なんか、偉いっていうか、ちゃんと、そういうものが脈々と、それ海外から、ね、そのトト自体も海外で起こってるものだから、海外から脈々と続いてるものなのか、そのちゃんとその、頭のいい人がいろいろシミュレーションした結果、その方がいいと思ったのか知んないけど、あ、そういうのあるんだ、なんか偉いルールだなって、思いました、とさ。いやー、ふぅー、くさぶくろー、うん、おー、便利なサイト、ヤフー知恵袋さんに、ご迷惑をかけないように、クソみたいな質問を思いついちゃった時には、こちらへどうぞ、という、ま、コーナーでございます。本家、ヤフー知恵袋、まあ、自分自身が利用することはないんだけどさ、何かこう調べ物があってネットでこう、その、やるとさ、なんだっけ、偶質問箱と、ヤフー知恵袋あたりが当たることがあって、その自分の調べようと思ってる人が当たることあって、それ覗いたりとかするじゃん。そうするとさ、質問もそうだけどさ、答えてくれる人の中にさ、なんつったらいいのかな。質問と全然違う答え返す人っていない、なんか。そこ聞いてないよねみたいな、そのわかんないけど何々をどうするときにどういう風にしたらいいですかみたいな質問に対してする必要がないって言い出す人っているじゃん。なんかそのする必要性を感じないみたいな、そこは聞いてねえだろみたいなやつ見ると、あ、なんか、この、ヤフークソ袋、回答版っていうのもなくはねえなと思いながら。ね、わかんないけど、その、カレー、シーフードカレーを作るときに、イカを入れるタイミングで一番イカが柔らかくて美味しく食べられるのは、どのあたりですかっていう、まあ普通の質問があったとするじゃん。料理の詳しい方に聞きますっていうと。そもそもシーフードカレーなど認めませんって答え来るじゃん。ね、なんだよお前っていう、神か。お前なんかわかんないけど、シーフードの神なのかっていう、イカデビルか。イカデビル、あ、もう、死神博士改め、イカデビルなのかお前はっていう感じの答え見てると、うわ、これはこれでいい感じの厄介度持ってんなと思って見ちゃいますね。さあそんな中、まあ基本的に受け付けるのは質問でございます。この質問クソだなと思うような質問を書いてください。最初の質問はこちらです。ラジオネーム、ポン酢のお供さん。僕はとてもめんどくさがりです。何をしていても途中でめんどくさくなって飽きてしまいます。正直、今この文章を書くのもめんどくさくなってしまいました。ああ、疲れた。何でもいいんで教えてください。これさ、最後が、その飽きっぽい性格を直すための方法を教えてくださいとかだったら成立してるじゃん。最後の何でもいいんで教えてくださいになっちゃうと、もう漠然としすぎて野球のボールの縫い目は108個みたいな、急にこっち書くしかない。だって何でもいいの、何でもいいわけだから、むしろ答えられないっていうやつですよね。よく送信までしたよね、この後。それをすごく褒めてあげたいですね。続いて、ラジオネーム、軍手のイボ対ロシア女リターンズさん。私は下着泥棒の気持ちがわかりません。せっかく染み込んだ汗や匂いを
洗い流してしまった下着を盗んで興奮するなんて変態の極みだと思うのですが、いかがでしょうか。天才でしょこれ。もうね、これなんだって。本当に面白い人の発想はこれだよね。なんだろう、この脇に大穴開いてる感じだよね。真っ正面を固めてるんだけど、でかい盾持ってるんだけど、あれ背中がブラヒも見えてますよっていう。あなたのすごい盾はわかりましたと、ちょっと角度を変えてみたらブラヒもが見えちゃってますっていう。もう背中が守られて、ね、いない上にブラをしてるっていう、その感じですよね。すごくない、この、ポストさんとか。いましたよ、ポストさんとか。私は下着泥棒の気持ちがわかりません。せっかく染み込んだ汗や匂いを洗い流してしまった下着を盗んで興奮するなんて、変態の極みだと思う。おいおい、お前脇が甘えよ。超甘えよ。何なんだよ。脇の下で角砂糖を押し潰す仕事の人か、お前。その感じになっちゃってる。その感じじゃねえよ。その感じがわかんない。日本に何人いるんだよ、その人。まだ日本にいるのかよ。まだってなんだよ。で、その、やっぱなんか、これさ、デーブ・スペクターさんがおっしゃった言葉らしいけど、日本人のイマジネーションですげえなっていう。アメリカ人は、そんな下着泥棒みたいなことはしないみたいな。なんか日本に来て、日本人ってすげえって思ったことの一つに、下着泥棒って言って、布じゃんっていう。なんかまあその、デーブさん特有のジョークなのかわかんないよ。だけど普通に考えたらアメリカ人は、その誰かが履いた下着を、これは美人が履いたみたいな想像から、女体までで行って、みたいなことは絶対無理っていうような話をしたの聞いて、ああ。誇らしい。誇らしくはねえ。全然誇らしくはねえけど、でもなんかその、泥棒はダメにしてもさ、下着を売り買いする、そのブルセラみたいな、その、ものがあったりとかするのに対して、デーブさん言ってましたけど、でもなんかこの感じ、ちょっとこの感じなんだよな、もう無駄がないよね。この、なんか、ゾッとする感じだよね。社会正義側から言ってるじゃん、こいつ。正義の味方側から言ってるじゃん。私は下着泥棒の気持ちがわかりません。そうだーっていう人のね、後ろに大勢いる、そうだー変態めーっていう。せっかく染み込んだ汗や匂いを、洗濯してしまった下着を盗んで、興奮するこの辺りの辺りが、おお、みんなのね、後ろの方の、後ろ旗が下がる感じ、ちょっとずつ下がる感じね。続いて。ラジオネーム仙台駅西口集合さん。入社2年目の会社員です。上司からいつも言葉遣いがなってないと注意されます。そこで質問なのですが、男性器を尊敬語で表すとどんな言葉になりますでしょうか。お陰形では硬すぎる感じがしますし、あ、硬すぎると言っても男性器が硬くなっているってことではないですよ。おまらでは短すぎますし、あ、決して私の男性器が短いというわけではなく、ちゃんと標準以上はあります。何か良い言葉があれば来週の会議までに教えてください。とてもいいですね。まあ、最終的に降りてきたところのね、これ、なんつうの、ナレーション、きちんと読んでいただいたところ、ね、後ろにピアノの BGM があって、降りてきたところで初めて突っ込みになりますから、どうしても突っ込むところが、会議で何言うつもりだよ、どうしてもなっちゃうんですけど、こいつの何ですかね、自分はすごいこう、言葉遣いに気を使った言葉を大切にしてるユーモリストな感じ、自意識的にはですよ。ね。お陰形では硬すぎる感じがしますし、あ、硬すぎると言ってもっていう、この感じですよね。この感じがムカつくんですよね。おまらでは短すぎます。あ、私の、みたいな、その短すぎると言いましてもっていう、この感じとかの、なん、くっそさですね。くっそさですよね。このくっそさがとてもいいです。続いての質問です。ラジオネーム、膝に爆弾さん。皆さん、こんな経験ありませんか？この間、学校の先生のことを間違えて、お母さん、と呼んでしまったんです。これっておかしいですよね。僕にお母さんはいないのに。
降りてきちゃったか。これで降りてこられちゃうとな。皆さんこんな経験ありませんか？この間、学校の先生のことを間違えてお母さんって呼んでしまったんです。このあたりは、この質問はありませんかですから、ありますあります。なんかちょっとね、ボケてたりとか、ぼーっとしてたりとかなんですよね。で、女の先生でもないのにね、なんていうね。これっておかしいですよね。僕にお母さんはいないのに。ああ、そう。ああ、そうじゃ。あ、じゃあ、俺のとはちょっと違うタイプのやつかもしれないね。俺のは単なる、その習慣性とか、その人を呼ぶときに使う回数とかのもん、そう。ごめんね。本当にごめんねな感じになりますからね。続いて。ラジオネーム、武蔵野さん。親しい友人が亡くなりました。葬儀に出る際、どれくらい包めばいいですか？サニーレタスでひき肉を、じゃないですよ。香典にお金を、ですよ。知ってるよ！知ってるよ！なんでそんなこと言ったの、お前。いくら包めばいいですかでしょ？ね。どれくらい包めばいいですかで、うん、600グラムぐらいじゃない？サニーレタスの葉っぱの大きさにもよるけどって言うと思う。言わないでしょ、どうやったって。ラスト。ラジオネーム、すごい脱脂麺さん。最近テレビでよく水沢アリーさんを見かけますが、彼女は恋人から DV を受けているのではないでしょうか。腫れぼったい目や潰れた鼻にも説明がつきます。絶対そうに違いありません。よっやっぱり、気のせいっすね。普通にブスでしたね。いや、こりゃ、失敬失敬。出ました。久々質問ではなくて、結果悪口。結果悪口出ました。すごい、なんかもう、俺の中で水沢アリーさん見ると、芸能界ってちょろいなっていう。ね、一生懸命やって、なんとかかんとかしがみついてきたつもりだけど、実際あの角度から、ちょろいんだなって思っちゃうっていうね、感じですけどね。結構なんか、すげえ、なんつうの？水沢アリーの、トントン拍子さってすごくない？ある時、それまで苦労なさったのか知りませんけど、だって今結局なんか、サッカー選手かなんかとこの間、付き合ってるよみたいな話まで行ったじゃん。あの感じのさ、わらしべ長者っぷり、すごくね？わらから先の、ね、一旦何かでモデルにはなってたのかな。最初はモデルなんだろうね。でそこからの一旦ローラのお仕事と交換しちゃおうってあたりからの、そこからの交換のレートが超高くねみたいなね、おめでとうございます。ね、郵便番号 107-8066 TBS ラジオ月曜ジャンク伊集院光深夜のバカ字からクソ袋の係まで、ジャンクのホームページもしくはジャンクの携帯サイトからもクソ袋ご投稿いただけます。よろしくお願いいたしますと。曲 TBS ラジオ今週の推薦曲、世界の終わりでスノーマジックファンタジー。勝ち抜きカルティ合戦。あいつの頭はあいうえお。さあ、カルタ好きの伊集院光さんが新しいカルタを作っていこうと。で、より良いカルタを作るために勝ち抜き制を、トーナメント制を取り込んでいると。で、毎回4つのテーマのカルタを募集します。面白かったカルタは継続して募集を続けます。いまいちだったカルタは入れ替えて新しいジャンルにします。ということで、今週は行まで来ましたね。いない動物カルタ、これもあ行からずっと続いています。6週目微妙な流行カルタももう4週目、人力車カルタ、これが新しいやつですね。あと子供の頃怖かったものカルタということで、じゃあまずは勝ち抜きカルタ合戦、子供の頃怖かったものカルタ。ペンネーム小袋、小太りクロちゃん。
略して小袋。は、ハンバーガー食いたし、あの白い顔のあいつは怖し。これ結構ありますけど、確かにあいつ、むしろ、いや、なら、多分、ピエロとか、まあ、あいつは、面白いものとか、ね、優しいものとかの代表だったがゆえに、そのカウンターで怖いものとして扱われるようになるじゃん。でも、すっかりもう怖いものの代表だもんね。イットとか見ちゃうと、もう、あいつイコールもう怖い、あいつハンバーガーの人じゃもう、もはやないよね。でもこれやってると面白いのは、子供の頃怖かったものカルタをやることで、あ、みんなそれ怖かったんだみたいこと、だダブルじゃん。ダブルのがちょっと面白かったね。ペンネーム千切正夫、は、跳ねられてるのに涼しい顔、交通安全教室の人形、はいはい、バッカーン、ゴロゴロゴロってとんでもない方向に体くの字に曲がってドッシャーってなってんだけど、なんなんだろうね、人形、そのさ、いわゆるメーカーの自動車メーカーの衝突実験のやつみたいに変なマークが書いてあるだけとかだったらまだいいんだけど、なんかあの交通安全教室がゆえに人形イコール可愛くしちゃおうみたいことあるじゃんか。そうそう、なんかすげえ僕らのお友達みたいに紹介されたやつがドッカーって言ってる感じのあのまあ怖さだよね。これ多かったんだよ。これそうか、言われてみればと思った。ペンネーム、みんなで作ろう正社会。みんなで作ろう正社会。非。ビデオテープの最後に入っている、ピーという音と共に出てくる、この音声信号は品質管理用の信号であります。異常ではありませんの文字。ちょっとわかるよ。あの映画の途中で寝ちゃったりとか、最後エンディングになっちゃったからつってトイレ行ったりとかして、こうやって戻ってくるとピーってなってて、あの異常ではありませんっていう言葉のちょっと怖さだったり、なんか意外にハッピーエンドだったりした映画の後の方があの感じがちょっと俺の中で怖かったな。ペンネーム鉄人、非、漂流教室で王選手2の選手がボールに当たって死ぬ場面、ギャーつって漂流教室名作だよね。で、あの王選手2の選手が死んだ死体の脇っ腹の中にお母さんがピストルかなんか武器かなんか、要するに未来の子供たちに伝えたいものを入れて、それを未来で受け取るみたいなことなんだけど、お母さんはアレな人扱いになって、まあ、アレな人だけどね。あの場面はすげえ好きだったな。ペンネーム、テクノは生きている、火。引くほど流血してるのに、そのまま遊び続けようとする友達。すげえわかる。あの、友達にも意地があるんだよね。俺の怪我のせいで、ムードを変えたくないっていう。もう変わっちゃってるからダメだっつうの。耳から血出ちゃってるっつうの。ペンネーム藤井菊一郎、ヒピスコのパッケージの子供。ちょっとだからさ、そのビスコのパッケージの子供がみんなに愛らしいと思われた時代を少し過ぎてるんだよね、こっち側からしてみたらね。あの勧誘ドロップの子供と一緒で。これもわかんな、ペンネームもっくもく、ふ、腹話術の人形と腹話術のおじさんの関係性がよくわからなくなる。そうなんだよ、上手い人なら上手い人ほどなんだこれっていう感じなんだよね。一国堂さんはもうやってるかね。一国堂さんの 1.5 倍ぐらいの人形の背中に一国堂くんが繋がってる感じのやつやってもらったら、多分笑えないけど、すげえ俺もうずっと見てたい、ずっと見てたいね。これも多かったね。白樺霞、ふ、古くなってサビサビの横浜タイヤの顔。もう言われなきゃ思い出せないけど、横浜タイヤのあの、鉄の放浪看板みたいあったよね。で、言って、すげえ笑ってんだよね、あいつね。すげえ笑ってんだよ。あれ、確かに怖かったね。ペンネーム、作り笑いが下手すぎる、ふ。古くから伝わる、同様の、作曲作詞者の欄に作者不明って書いてある。わかるわかる。不明ってなんだよ、不明ってって思うんだよね。
ペンネーム、釧路ダンディ、ふがしの食べ過ぎ、ふがしの食べ過ぎで出た黒いうんこだって。ああ、だって、でもまたさ、ふがしに何の罪もないのに、お母さん駄菓子いっぱい食うと死ぬって言うじゃん。必ず言うじゃん。それでさ、そんなわけあるかいってふかしもりもりまふ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 食っといてさ、ほめず黒いうんこなんか出ちゃった日にお母さんに言えないじゃん。ふかしをそんな量まふまふ食ったって言えないじゃん。だからもうそれだけでああもうおしまいだなんつってね。ね、ペンネームちくわじこへ。部屋を暗くした後、目を開けているのか閉じているのかわからなくなるあの感じ。ちょっとわかるね。ペネムマイボーホボットン便所のプリッからピシャーンまでの間が予想以上に長い。なんだろうね、俺の中のリズムで言うとプリッポトーンぐらいなのにプリッポトーンってなったけど深い思った以上に深いって、落ちたらこれ終わりだっていう感じね。ほうもう一個ぐらいやってきますかね。ほペンネーム靴下はくるぶし止まり、ほボーリングのピンが倒された後にガラガラと押し込められる何かが行われているらしき奥の暗い空間。わかるね。いやだから恐怖映画であの角度からの絵があると超怖いよね。なんかね、あそこで何が行われてるかの感じがなんか怖いんだよね、きっとずっと。だからなんかボーリングをみんなキャッキャキャッキャやってて、誰とでも寝そうな女が殺される前ぐらいにあそこから誰か見てたら、ああ、あの女、あとデブね、あとデブ。で、ボーリングそっちのけでなんかわかんないけど、ミートパイ食ってる。なんだよ、ミートパイってあんま食わねえけど、俺ら。あの感じね。はい、ちょっと発見ありましたね。子供の頃怖かったものかと。さあ、続いていきます。勝ち抜きカルタ合戦、人力車カルタ。ペンネームハイフライフロー、は、はい上がれ、田の上よしえ。いらっしゃいませでおなじみの。田の上よしえ、いいけどね。とてもいいよね。来てほしいね。ペンネームすすりもち、は、入るんだったら人力車だよね。と、自称面白高校生だ。言うよね、きっとね、そんなね。ペンネーム今日はお肉の特売日、は番号で呼ばれてた頃慰問に来ていただいた人力車所属の芸人さんたちのコントで笑わせていただきました。え、温厚そうなあなたがっていう。行きましたけど。ひ小太りクロちゃん略して小袋、ひビシバシステムに昔いたよね、半沢直樹の小木曽次長の人。そう、ビシバシステムのあの、ギョロメの方の人は俳優さんになったんだもんね。ペンネームこんばんは。不整理がちょいちょい2時間ドラマに出てくる。大抵感じ悪いおばさんの役で。俺の中でも、不整理はアカデミー賞の、聞き込みに来た刑事がドアを叩いてると、隣のそのアパートの部屋から顔を出して、何々さんだったら引っ越しましたよっていう人、ショーの、もう一番候補ですよね、布施さんね。俺ほぼ最初にやったテレビのレギュラーって布施理さんと一緒だったな。ペンネームモロッコヨーグル、二人で仕事しねえな、アンタッチャブルだった。しねえな、ほんとな。ペンネーム、血液簿、へぇー、ユッティ、サッカー4級審判の資格、取ったんだ。ペンネーム、そよ風さん、ほら、また怖くなってきたよ、鬼ヶ島の学校コントの後半だった。あれが味だからね。あれが味だからね。ペンネーム、ちょっかい、本物じゃ、この恋マリは本物なんじゃと鑑定士に食ってかかる依頼人のクソジジイを必死でいさめる主張何でも鑑定団のリポーター住田隆史。ビジバシステムです、結構た俺もやってましたけど、鑑定団のあの主張は本当にきつい。なかなか切り替えの難しいと。だからやれる人って割と腕のある人しかやってないでしょ。
松尾万内さんもそうだし、温厚にああいうところを片付けられないと、本当に静かになっちゃうからね。あと、ジジイとかが、もう、たまにいるから、まあ今どうかしら、俺がやってた頃は、中島清之助さんに罵詈雑言を浴びせ始める人とかいるからね。俺の方が正しいってなっちゃう人いるからね。そうですね、ペンネーム小太りクロちゃん略して小袋。本番前に挨拶来ないなんて、お前ら素敵やんって言うと思ったか、このアホんだなこれはね、東京03ネタですよね。東京03ネタ。じゃあ続いていきます。続いては、微妙な流行カルタ。藤井菊一郎、ババアみたいな格好してんのが森ガールだっけいいよね、ああいうの天才的なのさ、パッとしねえ格好だなって思うようなやつを多分、そのファッション誌の人とかは、いるよな、ああいうパッとしねえ格好して、なんだろうな、あの格好しちゃうんだろうなっていうやつ、いいんじゃん。ね。そういうのを集めて多分名前つけるところから会議始まるんだろうね、きっとね。最近こう、なんか、太った女、それでも太った女多いな、みたいなのを、マシュマロ女子とか、多分会議ってそこから始まると思うんだよね。だからさ、もうさ、行き切ってる人たちは、読まない人になってくるよ。だんだんそういうファッション誌を読まない人、発信側にどんどん行っちゃうわけだから、今行けてない側のやつを持ち上げて、そっち側にバイアスかけてった方が、それになろう。だって、もともと素質のあるところを押してもらう。私パッとしないんじゃないんだって。かなり森ガールの素質あんだってところに行けばいいわけだから、そこだよ。そこ。天才だな。相当天才だよな。続いて。ペンネームドリジャヒ。ヒーローズのやったーでおなじみの、マシオカさんは今どこで何を、どっか大手の事務所にいるよね、マシオカさんって。吉本だっけ？吉本な気するよね。マシオカさんってってのもそうよね。あの人マシオカさんなのかな？ヒーローズでマシオカさんなの？それとも、その、芸名がマシオカさんなのかも全然わかんないけど。なんかヒーローズの役名がマシオカさんだったような気もするんだけど。ペンネーム右フック船長、冷やし中華、始めましたでおなじみの雨宮さんが、近所の雨宮さんを近所のショッピングセンターで見かけました。ペンネームピープルピープル。二人で歌うよ。タラコ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 。あの人は今みたいで見たよ、この間。普通の大人の人になってたのよ。着ぐるみだっけ。ペンネームハトミテ。フル CG でファイナルファンタジーを映画化？お前その話坂口さんの前で絶対すんなよ。ペンネームラッパーザキバチョ。何が未来日記だよとバカにしていた俺、今はテラスハウスが大嫌い。エロ川ランコ。変態なだけじゃねえか、ブラジア男子。急にああいうの肯定する人が出てくるんだよね。で、肯定する人が出てくると続く人出てくるよね。スカート男子、それからブラジャー男子。なんなんだろう、そのさ、もうさ、ブラジャー、覚悟決めてブラジャーつける男子が悪いとは思わないけどさ、あれを流行だと思ってやり始めるやつのいけすかなさって言ったらないよね。踊らされてる感じっていう。ペンネーム藤井菊一郎。ポストペットのピンクのテディベアが運んできた大量のウイルスメール。ポストペット好きだったけど、なんか流行っていうかポストペットっていうものの考え方がすごい好きだったけどね。もう見かけないね。まず見かけないね。これもすごいな。もうすぐ大学生だったらいいな。本を買うならガラパゴス。電子書籍だよって書いてある。もう電子書籍って言わないと思い出せないね。そんな前じゃないでしょ。最近も電子書籍の結構大手サイトが閉鎖してさ、あの電子書籍は以降買ったやつ読めなくなりますってすごくない？それだったら電子書籍なんかもう大反対だよ。あれが永久に読めないんだったら、そんなやつに託せないよね。で、なんかそのお買い上げたやつは、そのポイントでお返ししますみたいな。
なんだそれって思うんだけど。ほ、持ち肌です。ほ、本当に夢が叶うの？絶賛していた矢部美穂があんな感じだよ？ボジョボ人形。そんなとこですかね。さあ、かなり強いです。いない動物カルタいきます。いない動物カルタのハヒフヘホ、ペンネーム、真夜中のランチパック屋さん、は、恥ずかしアワビは、形が女性器そっくりで、テレビに映せない。やってた、俺昔未だに覚えてんだけど、週刊宝石っていう大人向けの雑誌があってさ、その雑誌の特集の中にさ、その街の DPE みたいな、もう今懐かしいよね、フィルムのカメラがほとんどないから映るんですみたいな現像してもらうときに、36枚撮りの35枚をアワビで、1枚だけ局部のダイアップをしたときに、どれぐらいの確率で弾かれるかって。全部大丈夫でしたって書いたんだけど。そらそうだろうって思うけどさ、すごいな。ああいう企画すげえ好きだったけどね、週刊宝石。いない動物。ラジオネームトランザム、は、春彦、春彦かい？なんだ。春彦みたいな模様のトカゲかい？でかいよ。ばあさんでかいじゃん。ばあさん。ね。ペンネーム新魔球スランカー、は、はあ、テレビもね、ラジオもね、一食いイナゴで空見えねえ、そんな量いねえよ。いないんだからね。ペンネームレミヒラの、は、ハイジが枝に刺して火にくべると正体を表すアルプスチーズ虫だった。もうチーズにしか見えないでかい虫なんだよね。あれ溶けねえんだよなぁ。ペンネーム中野さん、ひ、ビビ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 ビ、耳の中で何か吹かしたらしい。でかいね、気持ち悪いね。同じく中野さん、ひ、ピザそっくりに擬態してるけど、それが深海で何の役に立ってるかよくわからないピザ街。まああったよな、なんかさ、クジラの骨かなんかでさ、すげえ、ハンバーガーのバンズにめちゃめちゃ似てるっていう。結局クジラの骨なんだ、浜辺にすげえ打ち上がる、ハンバーガーのサンプルみたいなやつが、そのクジラの背骨とその間の椎間板と背骨みたいなやつの部分が、その、半化石化したやつが、そうらしいんだけど。擬態じゃなくて、だってね、なんだハンバーガーかってなんないもんね。海の底で。他の生物。なんだピザかってなんないもんね。続いて。ペンネーム、コウモンデグレカッカ。フ。フィリピンにもいたよと、小向井美奈子が言い張る。ノリピーが潜伏先で見たのと、同じ虫。いないんだよね。いないんだよ。これいないんだよね、実はね。ペンネーム、来世は朝顔。平気な顔してあんな大通りの真ん中でのぐそするなんて、きっと人ではない何かなんだよな。これは実際人ですからね。ペンネーム、おしゃれが肺に入ると死ぬ。ほ。ほらほら、怖くないよと言いながら、近づいたベッキーの手を食いちぎり、逃走した動物。普通に考えたらさ、ベッキーは心が優しいから、それは動物を懐きますけど、急に初対面で、あの感じで目を見開いて来られたら、噛みますけどね。ただ心がお優しいから、それは動物にはわかるわけですからね。ペンネーム、中三次郎、ほ、ポコチンに群がる、上野クリニックドクターフィッシュ。あー、これいねえかな、俺。上野クリニックドクターフィッシュ、ポコチンにやったら、ガーって、向けてる。それ、すげえ食ってほしい。皮食ってほしいわ。ペンネーム、SH。捕獲した貝を手で割って、メスの鼻の上に乗せてから食べる、女体盛りラッコ。そんなとこでさね。どうしようかな。まあ、人力車は、人力車のメンバーが少ないからもうこんなもんでしょ。ね。人力車は変えましょう。あと、いない動物、やっぱ強えんだよな。まあ、続くってことは、それ、加速度的に強くなっちゃうよ。しょうがない。だって、あ、これもある、あれもあるとはなるからね。
まあいない動物と子供の頃怖かったものを残します。さあじゃあ新ジャンルです、ペンネームコンファメーションタモリクラブカルタ。あ、安西はじめはたまに本編にも出てくるようだ続いて、ペンネームキキキリンロックンロールことわざちょい足しカルタ。ちょっと面白い記事ですよ。あ、頭隠して尻隠さず系の AV が大好きです。ペンネーム BJ サトル世界の温度カルタ。あ、アガサクリスティ温度。おひげの探偵今日も行くだって。どう、ハルーテーいいお肉、ベッキーが言いそうなことカルタ。あ、明日の自分が泣いていたら、明後日の自分が励ましてくれる。そして、次の日には自分、笑顔の自分がいるよ。ベッキーが言いそうなことカルタ。言いそうだな、言ってねえとしたら相当だぞ、君。言ってねえとしたら相当いいよね。なんかわかんねえけど、もう無駄に前向きなやつ。無駄に前向きなやつを散りばめていけばいいんでしょ。ペンネーム100発ベッキーカルタ。あ、ありがとうって言えることはどんなことよりも素晴らしい才能だと思う。あー、響くね、いい言葉だね、こら。相当ないい言葉だね。ペンネーム靴下はくるぶし止まり稲川淳二カルタ。あそこのおかみさんもういないよって言われたんですよ。そんなわけないんですよね。だって私ちゃんと見たんですから。うるせえよ、もう。何の確信にも触れてないけど。会った人なんだろうね、もうね。続いて、ペンネーム、しじみの味噌汁、人生ゲームカルタ。あ、愛してるなら証拠を見せてと言われる。全員に5000円払う。人生ゲームカルタはちょっと頭の中で俺が発想を拾わちゃったのは、人生ゲームの止まったコマみたいなカルタがいっぱいあるじゃん。それ並べて人生ゲームもできるなと思って、それもちょっと面白いなと思って。これどうですか？ペンネームオレンジ13。さりげなくエロが入っている会話カルタ。あ、ああなるよね。確かに、ああなる。大盤ブルマイだよねのブルマが入ってるみたいな、その、さりげなく入ってなきゃダメなんだよね。で、それを、その、途中に一箇所さえ入ってれば、これぐらいの長さでしてほしいね。大盤ブルマイだけだと読み札でちょっと弱いから。そうね、こんなもんですかね。これもいいな、ペンネームテクノは生きているカレーカルタ。あ、飴色玉ねぎめんどくさいだ。相当良くない？甘口カレーは大体まずいな。よし、これね、ちょっと滑り込みで、カレーと、まあ、バランスもあるからな。カレーとベッキー行こうか。カレーとベッキーを。で、次は、まみむめも、まみむめもの札を送ってください。で、新ジャンルは必ず、あの札と、ジャンル名を送ってください。お待ちしております。お正月かな ?2013 年印象に残ったトークを皆さんからどれですかみたいな話をメールでもらったんですけど、発表しないままずるずると来ていましたね。まあ、どれぐらいか、3位ぐらいか、今。3位が、沖縄キャンプの話。2月の頭に。2013年の2月の頭にやった話ですけど、もう今年も行きますよ。2月の半ばぐらいにもう行く予定ですね。そう、ルイス君とかの話したね。あ、そう、この時に、俺の行きつけのヤギそばの沖縄のそのヤギそば屋さんのおいさんの家になぜか行くことになって行って、でベロンベロンに泥酔して、でおいさんが豚の頭くれて、今でも覚えてるわ、豚の頭くれて、で朝やべえ遅れると思ってすげえ二日酔いでカバンに詰め込んでいったら、荷物検査の時にうっすら豚の頭が浮かぶっていう。豚の頭も顔面の皮だけだから、顔面の皮だけ取ったやつで豚の鼻だから、その要は、X 線検査みたいなやつだと薄く映るんだよね。それ薄く映る気持ち悪さに、沖縄の空港の人でもなかなかないことなんだろうね。豚の鼻が入ってるっていう。それも申告せずに。中何ですか？自転車ですっつってのに豚の鼻がうっすら映ってるっていう。それが、そのビビったの覚えてます。で、その後、ヤギをその、締めに行く約束したんだけど、怖くて行きませんでした。ダイエットが始まったのと、怖かったので行かなかったですね。2月半ばぐらいに行った時に、ちょ、今ダイエット中だから、寄るか寄らないか迷ってますけどね。ノリでまた宴会みたいな感じになっちゃうと、
そら食わざるを得ない感じになりますね。まあ、うめえからね。で、2、マシコ焼きの茶碗を買いに自転車で出かけた話。まあ、これも。結局その時買った茶碗自体はもうあんまりその米を食わなくなってるんで。たまに米食う時は使ってる。でもね、人間すげえなと思うのは、昔に比べたら丼飯何杯も食ってたんだから、そのちっちゃい、マシコ焼きの目音茶碗の、その、目音、だから目の方が女の人？ちっちゃい方で食ってるんだから相当減らせられたんだけど、結局人間その消費カロリーも抑えるようになんだろうね。あんまこう変わった感はないね。うん。あと、なんか炭水化物抜きみたいのは流行ってるけど、なんかさ、炭水化物抜きの時にいつも思うんだよ。炭水化物自体を食べるのは人間の、その、に絶対必要なもんじゃなくて、身についた風習だから断ち切れるみたいなことをよく言うんだよね。なんかあんなものは食わなくていいんだみたいな理論の人言うけど、そう言い出したら何にもしなくてよくね。なんかそれ言い出しちゃうと、なんかわかんないけど、ベースがよくわかんなくなっちゃうっていう。なんか、その、痩せるが別に至上命令でもないじゃんっていう。野球上手くなりてえなとか、なんかその、なるべく早く死にたくねえなみたいなこととかはわかるんだけど、それは人間の本能的には炭水化物いらない説みたいなあるじゃん、なんか。糖分いらない説みたいな。で、もう、うまいって感じるようになっちゃってるだけで、本当はみたいになってくると、感じることが本当じゃねえのみたいなことになってくるんで、まあそんな変な。で、まあ相変わらずそういう自転車に乗るのに変な感じっていうのはずっと続けていこうとは思ってますね。で、まあ自転車でどっか行ったみたいのいっぱい入れてもらいましたね。で、1位が、俺の中で意外だったのは、中学校時代のクラス会に行った話っていう。で、言われて思い出すわけそんなのあったなって、これも2月の終わりぐらいの話だから、ああ、そういやクラス会行ったなっつって、で、そのクラス会の行かなきゃ行かないで虚しいけど、行ったら行ったで虚しい瞬間もあるなみたいなこととか、あと、その、俺の友達の当時から空気読めなかったやつが、なぜか全然知らない、この、番組聞いてたら気悪くすか知んないけど、伊集院に合わせてやるよってついてきた、クラス会と何にも関係ねえやつがいた話と、あと、まあ、当時、クラスで割と浮いてた、いじめられっ子の子と、俺の友達の大野くんっていう、この話みたいにして。で、これ1位だったなぁなんて思い出してたんだけど、思い出してて、ふーと何か気に、こう引っかかることがあって、なんだろうって思ったら、今日も、あ、これ今日発表しようと思って読み直してて、その、集計表を、あ、1位はクラス会の話だったな。なんだろう、この引っかかってる感じってずっと思ってた。ずっと。ね。俺、おととい高校のクラス会だったわ。言ってねえけど。俺、この時に中学、高校と一緒だった女の子から、高校のクラス会もやるって計画があるのよみたい話されて、これさ、中学のクラス会の話、ここの資料には2月25日ってなったけど、こんな古いか、こんな古い、あ、そう。で、その後その女の子から高校のクラス会の日取りの話が来て、去年の暮れぐらいに、1月の18日の土曜日になったみたいのが来てたなっつって、結局行きませんでしたとさと。働くおじさん、皆さん一人一人が働くおじさんになって、この世にあるいろんな仕事の楽しさや苦労をちびっ子たちに教えてあげてくださいというコーナーです。一人目、ペンネームどら焼き風味、鳥をプスプス串刺しだの巻。おじさんのお仕事は何？お肉屋さんの裏方で鶏肉を竹串に刺して焼き鳥用にする仕事だよ。嬉しいことは何？ゾーンに入るとスピードも上がるし形も良くなるんだ。ちょっと形の悪い切り方の肉も鶏皮がプラーンとぶら下がったりせずに竹串にしっかりと安定した形で刺せているときは来てるなって思うよ。辛いことは何？逆に一旦リズムがおかしくなると連続で手をブスブス刺すようになる。あとうまくいってる時でも折れかかった竹串が混じってたりすると、刺してる時に肉の中で竹串が Y 字に裂けて、はいはい、とんでもないところから片方の先端が飛び出して見事に手にぶっ刺さるね。
鶏肉長ネギ、鶏肉長ネギ、鶏肉俺ってなった時自分の存在が揺らぐねおじさんありがとうございました。これわかります。僕もお肉屋さんの裏方やったことありますからね。こうやっぱり部分的に仕事切り取るとよりいいよね。お前それだけじゃねえだろ仕事って思いますから。じゃあ続いてはですね、ペンネームプラズマの王者、リモコンピコピコの巻。おじさんの仕事は何？家電量販店のテレビ売り場で開店前に置いてある全てのテレビをつける仕事だよ。だそれだけじゃないだろうっつうの。嬉しいことは何？仕事を始めた頃は一つ一つリモコンでつけてたんだけど、慣れてくると同じメーカーのテレビを一斉につけられる角度が見つかるんだ。その時は嬉しかったね。今は4回の操作で全てのテレビをつけられるよ。辛いことは何？おじさんが血の滲む努力で編み出した最高の角度と手順なのに、前の日に新人のバカがいくつかのテレビの主電源を切って帰る時があるんだよ。大元の電源を切るからしなくていいっつってんのに、このリモコンで一気に6台作って大技の時に1台ついてない時の裏切られた感ときたら。おじさんありがとうございました。いいよね、あの誰かがつけてるっていうことがわかるもん。あのテレビをつけてでさ、絶対楽しいと思うんだよね。同時にみんなつく感じとギリギリ受ける角度があるだろうから、同じメーカーのテレビでも6台一機は相当難しくて、この角度なんだよっていう時につかねえ時のバカか主電源切ってるわっていう、うわもう一個いけっからギリいけるね。ペンネームコアナルルミコ。コロ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 の巻。おじさんの仕事は何？ベルトコンベアから絶妙なスピードで流れてくるハンコをきれいに丸めていこう仕事だよ。嬉しいことは何？最初は一つ一つ丁寧に丸めていたんだけど、慣れてくると一気に三つ手のひらで丸めることができるようになるんだ。その数を数えてるうちに辛いことなんか全部どうでもよくなるよ。辛いことは何？この間ヘルプで10代の女の子が2人来たんだ。場の空気を和ませようとしてバイトの中で一番偉いおじさんが彼女たちに話しかけていたんだけど、完全に無視されてたんだ。それでおじさん切れちゃって、そんな若いうちからこんなとこ来てたら終わりだぞお前らって怒鳴ったんだ。なんか全員静かになっちゃったんだ。おじさんありがとうございました。身内を傷つけちゃったんだね。なんだろうね、その舐めてるその女の子をやっつけるつもりだったんだろうけどね。やっぱいいのはさ、そのちゃんと経験してる人って、その例えば家電量販店、他にもいろんなことあるんだろうけど、ただテレビつけるっていうだけでもあるね。俺たちの知らないやつがちゃんとあるっていうのがね、やっぱねとてもいいですね。あと2分ある。じゃあもう一個いこうかな。ペンネームピンサモ。俺がいないとビル立たねえの巻。おじさんの仕事は何？生コンクリートを工場に連絡して工事現場に持ってきてもらう仕事だよ。辛いことは何？冷静に見ているとおじさんなんか別にいなくてもいいんだけど、法律的に義務付けられてるらしいんだ。へえ。現場監督の機嫌が悪いとおじさんの携帯を取り上げられて、監督が直接工場と連絡を取り始めちゃったりするんだけど、そんな時は現場に落ちている針金でアートを作るぐらいしかやることがないんだ。あと渋滞とかで生コンが来ない時、生コンが来ないとやることがなくて暇を持て余した現場のおじさんたちに花札の箱をぶつけられたりもするんだよ。毎回ではないだろそれも。嬉しいことは何？担当したビルが出来上がった時、このビルの下には俺が針金で作った犬が埋まってる。どう思ったりすることかな。おじさんありがとうございました。昔の職人さんはそういうのやってたらしいからね。そのよく言う都市伝説では、
あの、東京タワーの一番上のところには、その、東流の手のひらの手形が押してあるらしいとか、そういうの言ったりしますからね。なんか、そういうちょっと遊び心で。でっかいのはダメだと思いますよ。でも、ちょいと遊び心ぐらいで、もしかしたら、その、入っててもね、犬のオブジェが入っててもいいかなと思いますけどね。いやー、なんかあっという間に終わっちゃうね。まあ一応あの今年もキャンプに行ったりとかいろんなところ自転車に回ったりとかしてですね、いろいろ報告したいとは思っております。で最後に三等価のいいやつで、まっすぐな道で寂しい、とてもいいね、とてもいい。